はい、こんばんは、山陽と申します。まあ、簡単な告知動画にはなるんですけど、ナマステの、更新日ですね、ちょっと変更しますっていうのはですね、ちょっと今後ですね、ちょっと私、土曜日にもちょっと仕事が入るようにね、本業の方がちょっと入ってくるようになって、来たかね、ちょっと土曜日の放送、やっぱし本格的にちょっと厳しいなと。いうことですね。あとは土曜日だと土日に起こったことね、週末に起こったことが間にね途切れて の近況報告とかになるんで、あんまちょっと良くないかなということで、日曜日にちょっと変更させていただきます。日曜日の、夜の、7時、19時からですね、の放送予定という形でさせてもらいます。ただ明日ね、ちょっと、今日もちょっとこの後、また用事があるんですけど、土曜日ね、ちょっと、予定が入ってるんですけど、日曜日は日曜日でちょっと朝からまた用事が入っとるかねやで、もしかしたらね、明日はもうちょっとね、名古屋の方に出ちゃうんですよ。ですので、もしかしたらちょっとね、こっちに、戻ってこれないかもしれません。ちょっと何かしらの形で、ね、その時はまた、ツイッターとかでね、ちょっと告知します。ちょっとフリートークがね、YouTube 使えなくなってしまったんで、ちょっとそっちでのね、告知ができなくなったんで、そのあたりもね、ちょっとね、対策は考えようと思ってますんで、またよかったらね、ちょっと一応動画も、年末に向けてね、それ、対策用の動画もね、ちょっと作ろうとか思ってますんで、よかったらね、そちらの方をご参考いただければと思います。ということで、とりあえずね、今日は放送がなしで、ですね、土曜日の今日も投稿が、土曜日にしてあると思うんで、土曜日の投稿はなしで、で、日曜日、一応予定は明日、ですから、あさってはね、28か、ね、28日ね、に、の19時からの放送予定とかで、ちょっとリマインダー登録とかもしておきますので、よろしくお願いいたします。ということでね、これだけちょっと告知入れておきます。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。